皆さんこんにちは、時松隆光です。現チャンネルの時間がやってまいりました。今日のゴルフ場が兵庫県の小野グランドカントリークラブ様です。いつもありがとうございます。今日はですね、男子プロの方をゲストにお呼びして9ホールストロークプレー対決をしてみたいと思うので、早速今日のゲストに来てもらいたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。平田健生です。お願いします。今日はね、平田健生プロに来てもらって9ホールストロークプレー対決をしたいと思いますけれども、意気込みを。はい、対決です。対決、源蔵さんに勝てるように精一杯頑張ります。勝つでしょうか。大丈夫。ちょっと後ほどその対決のあれ、はいはい、何をかけるかみたいなのを後で話しますから。分かりました、はい、ということで9ホール行ってみたいと思います。この動画もぜひ最後までご覧いただけたらと思います。引き続きチャンネル登録、いいね、コメントたくさんお持ちしておりますので、よろしくお願いします。健生プロ行きます。せーの。はい、小野グランド様のニューコースのアウトコースをプレイします。ティーはもう2人とも同じティーです。今日は、はい、1番ホールが537ヤードのパー5、どうぞ。あ、僕からですか。平田プロからです。お願いします。ドライバーよいしょ。いいんじゃないの。いや、もうちょっと左が良かったですかね。右、ちょっと当たりが。そんなこと言わんといて、朝一なんで。ドライバーナイスショー。いきます。カッカッ、完璧。お願いします。手持ちスタイルですね。健生プロ、じゃあまず自己紹介を、自己紹介、自己アピールをしてもらっていいですか。はい、2000年生まれ、23歳の平田健生です。イエ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 イ。何月何日。11月26日生まれです。何型ですか。大型で。おお、はい、おお。犬が好きです。何、犬好きです。犬好き、はい。キャットじゃなくてドッグ。キャットじゃなくてドッグです。実家で、はい、飼ってます。何匹だったっけ。2匹飼ってます。はい、ミニチュアシュナウザーが2匹。あ、そうです、そうです。オスメス。あ、そうですね、オスメスですか。はい。他ないの。他何ですか。自己アピール。自己アピール、今までにない、はい、自己紹介じゃなくて自己アピール。自己アピール終了です。ね、源蔵さん、そのバンカーのそこのラフぐらいかな。フェアウェイ、これ218。これ僕あっち行った方がいいんですかね。一緒に、なるべく一緒に。源蔵さん打つの早いから追いつかないかもな。280、3ウッド280。そんなないでしょ、多分。奥に当たってるのかな。255、3ウッド、はい、2打目アゲンストですよ。抜けました。ちょっと気に当たりましたけど。難しいな。何ヤードすか。219ヤード。スリアヤン、4番アイアンで。4番。ちょっと行かないと思いますけど。ドローですか、前上がり。でもちょっと気がそこにあるんで。それと目に。ゴー。弱いかな。いい球。あ、すいません、先輩、ありがとうございます。対決の話しときますね、先にね。はい、僕が勝ったら、はい、誰か このチャンネル、はい、YouTube に出てくれそうな人を紹介してもらうっていう。はい、で、健生が勝ったら、はい、健生プロが今何か欲しいものをプレゼントします。はい、おお、っていう対決なんで。なるほど、頑張ろう。なんか考えてもらいながらプレイしていただいて、はい、もし僕が勝った時のプロも、はい、そうですね、誰かいるかなみたいな、はい、考えてもらっていきたいと思います。はい、お願いします。俺出てんじゃん。はい、ほぼよし、一緒ですね。ここ25ヤードぐらいかな。58度でグリーンに乗ったらフックラインなんで、ちょっと
ピンの右に打ちます。ちょっとふわっとめのイメージ、ボールはちょいロブみたいな。止まれ。おお、結構いきますね。走ったね。ぼちぼちうまく打ったけど、この時期のこの芝ってちょっと嫌ですよね。難しい。おお、ちょっと金星プロが20ヤード弱、ベンさんの見たんでエッジぐらいのところに落としてコロコロ58ですか。58です。ちょっとライが悪いんで多分足が出ると思うんで。はい。ああ、ストップ。行くね。ああ、グリーンが仕上がっております。僕はね、これ何メートルだろう、6メートルぐらいあるかな。上りのラインが分かりません。まっすぐ打ちます。うわ、切れた。ナイスパットです。フック、答え教えちゃった。ナイスパーです。これ痛いよ。5メートルちょっと。フックっすね。フックですね。上り弱いな。優しい。ナイスパー。両者パーで2ホール目いきます。ゆる。ちょっともったいなかったな。遠藤さんボールなんで97番なんですか。9月7日で。あ、なるほど。ケンセイプロもね、ボールスリクソンなんですけど、はい、僕も今年スリクソンさんで行きます。一応報告を、はい、お世話になってます。ありがとうございます。アルタマス。2ホール目、408ヤードパー4です。2番ホール。ドライバーですね、ケンセイプロ。はい、ドライバーで行きます。飛んでるね。いやいや、僕もドライバー。うん、連蔵さんなんかちょっとスイングのイメージ変えてません？バレた。はい、もう大改造中だからね。え、なんか手がなくなっちゃった。名前入ってるやつ。うん、恥ずかしいやつ。恥ずかしい。いいじゃないですか、宣伝じゃないですか。いいか、行こう。いつからですか、それは。もうずっとですか。刀剣終わって予選落ち。それ なんでですか。トータルドライビングディスタンス最下位だと。トータルドフェアウェイと、はいはいはい、距離のやつが、ま、なるほど。フェアウェイ曲がる飛ばないランキング1位。それじゃ戦えない。2024。まだ一緒です、はい、変わってる感ある。いや、その素振りで、うん、朝一のティーショットから思ってました。あんまフェースローテーションしないようにですか。素振りできても打つときやっぱなるんで、うん、俺のちょっと左やあのラフ。あれ、ちょっと待って、平田プロのあのフェアウェイ、はい、あれ、僕の方が飛んでるんじゃない。あれ、昨日僕ね、たまたま川本力プロと回ったんですよ、はいはいはい、ちょっと免疫力ついてきた。情けだよね、ちょっと飛んだだけでこんな影響なんで。段の上ですね。飛んでるね。シャフトがいいのかな。147、上り入れて僕9番で行きます。じゃあ俺から行くわ。ドロー打ちます。はい、ドローしてる。どうですかね、上の段行ったか。147 149です。149。うわー、ちょっと微妙な距離。8で8番。まあつま先上がりなんでちょっとドローになるかな、勝手に。ピンの右から打つそうです。はい、うん、え、ちょいドローきつめでした。あったかいですね、なんか。
共通。花粉症大丈夫ですか？大丈夫です、僕。どうやって、こうですか？いや、逆、そうです。こう仲良さそう。 いつもすごい優しくしていただいてます。何きっかけで2人は知り合ったというか。これじゃない？そうですね、これ契約があったり、はい、イベントとかなんかことあるごとにご一緒させていただいてて。そうそう、私も合宿行ってっすよね。そうですね、はい、宮崎に合宿行ってさらに距離縮まったおお、玄三さん上行ってますね。ってことは平成の大きいかも、ね、ちょっと僕の大きいかも。うわ、結構大きいな。すいません、58度もらっていいですか？僕のがこれ、平成プロのどれ、ラフまで行っちゃってます。ちょっとあれかなと思ったけど全然でしたね。行ってましたね。サンキュー難しいとこに外しちゃいましたねこれ。あ、すいません、はい、ありがとうございます。県政プロが15ヤードぐらいですけど、グリーンがちょっと下ってるんでオーバーしやすいようなアングル。58度でちょっとライがちょっとふわっと打ちますか。いや、ふわっと打ちたいんですけど、ライがちょっとライが悪いんで。カラーに落とす感じ。そうですね、ちょっと優しく打って。オーバーしたらね、段の下まで行くとかいうのもあるんでやっぱ手前のワンピンはしょうがないかなと思って打つのかなと思います。僕はうわ、意外と止まる。もうちょい。めっちゃうまいやんめっちゃうまいやん。ナイス、ありがとうございます。下ってないのかな。過ぎたら下りだよ。僕がね、6メートル、7メートルぐらいのフックライン、パター切れろ。おー、まっすぐ。全然違った。お先です。はい、ナイスパーです。おはようございます。1メーターちょい、ちょいちょいすら。いや、まっすぐ。ちょっとフックするかなと。それやつじゃない。まあ、若干フックあるかないかぐらいだと思います。うわ、あら、すごい切れた。フックしたよあちゃうわ、これ僕のこれにやられたかもね僕パーで県政プロボギーで3ホール目いきますいいよいいよ、すごい切れた今。そういうのいいよこうやって人の失敗笑ってるから自分に来るんだよね。笑ったらいけない。惜しかったいや、今めっちゃ切れましたね。しっかり打ったけどね。なんか切れた、ちょっと跳ねたのかな。3ホール目、190ヤード6番。左から風だよね。うん、当たってないよ。おー、いた。 OK です。当たりが薄かった。今からお手本が来るんで。サッカーされてちょっと口でちょっと、うん、もう口でしないと勝てないから。いや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 、僕も6番でいきます。6。うん、いいね。うわー、でかい。止まれ。大丈夫でしょ。 OK。 ターフ取れた今。今取れました。目つきやります。あ、いいっすか。いいっすか。じゃあ県政プロ、はい、さっきも話したんですけど、はい、まあ、今僕スイング変えてるじゃないですか、はい、県政プロはそういうのはするんですか。全然違う話やりますね。結構結構大胆に変えます。ちょっとずつやっていくタイプですか。ちょっとずつですかね。ああ、まあ、でも試合が始まってトーナメントの週とかでも結構ちょっとこうしようっていうのは結構やります。そう、ワンポイントぐらい、例えば。そうですね、ちょっとなんか下半身動かそうとか、はい、例えば、はい、こっちに上げようとか、ちょっとこうしようっていうぐらいですけど。じゃあオフの方がしっかりやりますよね。そうですね、やっぱりな。ここがグリーンが難しいんだよな。
難しいとこについちゃった。それ何番持ってるんですか？58と51と P。 おお、ラインはね、上りのフックっすよね。いや、フックのはずだよ。スラかな。こういうところは結構あれですよね、技、うん、技の見せ所って感じですよね。本当はこっから俺頑張んないといけないね。15ヤードぐらいかな。ピッチングですか？ P でいきます。いやー、うまい。入る。うわー、惜しい。ナイスです。うまいね。今うまいかったっすね。結構試合でもよくやりますか？それは先週からです。うん、え、普段は今のだったら 何で打ちますか？51。おお、それでも51ですね。51。ちょっと先行きます。お願いします。まっすぐ10センチぐらい。ナイスパーです。ケンセイプロはね、スライスちょっと難しいとこにフラットで来て、カップ過ぎたら下ってる、まあ、全体的には下り気味ですね。結構切れますよ ね今素振りしたとこぐらいからこう曲げてくる感じ。バーディーパット、むしろ途中までは登って登って下りだよね多分、はい、だからちょっとカップら辺から難しいです。距離感大事。うわ、行かない、シーンってなってる。また嫌な距離残した。さっき外したぐらいの距離だよ。いやらしいな。情けない男だよな。もう、まっまっすぐかな。ナイスパー。ありがとうございます。3ホール終わって僕全部パー、はい、ケンセイプロがパーボギーパー、はい、ワンオーバーとイーブンで、はい、ちょっと口でやられてるんで情けない先輩思ったね。いや、もうちょっとメンタル強く残りの6ホールもっとバーディー取れるようにちょっと頑張りたいですね。そうですね、まだちょっと2人でバーディー取れてないんで、はい、今まで水野の選手来ましたか？来てないです。初ですか？水野初です。紹介しないといけないです ね。ここぞとばかりに。同じメーカーです、水野さん。同じですか？ドライバーヘッド。ちょっと違います。けどほぼ原さんの方が新しいやつです。僕は新しいのを宣伝しないといけない担当なんで。県政プロはあの結果で、あの、いや、これも新しいやつです。新しいよね。一番新しいの、そのシリーズは一緒です。ちょ、うん、はい、こっちのが、まあ、出たのが新しいという感じ。今もともとずっと去年も使ってたやつがこれなんで一番落ち着く感じですよ、はい。4番がね、390ヤードのパー4ドライバーでいきます。今まで立ったことないこの左端から打ってみよう。確かに何か違和感ありますね。大体そこからペーンって打てるもんね。いや、ちょっと俺もスイング変えて成長してるなと思ったのがこの木が気になるもん。今まで一切こっちは気にならなくてこっちは気になったんですよ、うん、ちょっとこれが気になるのが成長してるような気がする。関係ねえだろうと思ってるでしょうね皆さん。関係ないです。ドライバーです。ナイス。ドローしてる。ドローしてます。もうちょっと、もうちょっと、あの、本当にナイスショットした時ってこう本当なんかね乗ってる感じするんですよ。なんかフェースにくっついてるって。僕もドライバーでいきます。どうぞ。え？どうぞ。ちょっと風アゲンストですかね。右から、右から。しょう、いい球や。天ぷらっぽい当たりして不満ですか？いやいや、ちょっと当たりがね、ちょっと、はい、天ぷらっぽい当たりして、ボールとしてはいい球やったっす。はい、まっすぐ行ったんで。でもなんかこのコースでキャディしてたんでバイトで、はい、そこでなんかこういう風に撮影してるっていうのがすごい変な感じです。ケンセイプロがもう成長してる証ですね。ここでね、高校生の時バイトでキャディやってたんです。その高校生の時にこのオノグランドさんで練習とかをさせていただく代わりに週に1回部員の中で何人かキャディをして他の生徒は回れるっていうので毎週日曜日に来てて、本当いつも担いでここが、だから一番回ったコース
ですね、高校の時は。で、前回が日本学生選手権があったんですよね、はい、ありました。大学1年の時に確か 4,5 年前ですね。やっぱ全部もうコース覚えてます？コースは覚えてます。記憶力がいい。でもなんかあっちの反対のスタートのとこちょっと改造されてますよね。11番かな、なんか昔とはちょっと違う。めっちゃ覚えてる。覚えてます。結構コース記憶力いい方です。さすがだな。俺のボールがフェアウェイにある、珍しい。結構あんじゃん。届かない。129ヤードピッチング。ちょっと風アゲンストだから届くかな。126って出ました。 6? 僕、はい、その辺だな。おお、ドローしてる。ナイスです。ちょうど良さそう、距離。前の俺とどっちの方が良さそう？いや、全然今の方が良さそうです。いい、はい、やっぱいいんだ。てか、なんかもう素振りから前と違いすぎてすごい違和感はありますけど。やっぱり。でも実際打った感じめっちゃ、源蔵さんのあのドロー初めて今日見たかも。笑ってるよ。111ヤードです。51、52、50と54でちょっとアゲンストですよねと思います。50ですか。50でいきます。うわー、これでかいな。捕まった。戻ってきて。そうです、県政プロ、はい、去年の戦歴を2勝しましたね。そうですね、あの、はい、初優勝を。そうなんですよ。ホストプロとしてすごいんですよ。オープンで優勝することができて、2勝目は日本プロで、メジャー勝ち。2勝目をゴルフ場が恵庭でしたね。はい、水のオープンが岡山県の JFE 瀬戸内海ゴルフ試合あります、はい、あります。5月かな。源蔵さんもでも恵庭で、僕はマッチプレーでした。勝ってますよ、ね、マッチプレーでした。これもうあっち映していいですかね。どうぞ。県政プロバックスピンして、そう、ちょっと捕まったけど。傾斜使ってる。傾斜使えましたね。源蔵さんも届かないって言ってたけど奥にキャリーしてちょっと戻って飛んでますね。やっぱドローで打ってる分いいと思います。これはパター勝負ですよ。源さん上手いですからね、パター。パターはね、そこそこうまいんだけど。でもちょっと切れる難しいラインですか。これ曲がるね。フック、下り。結構、こういう時はどういう風に考えるタイプですか。この辺通してみたいな。辺を通るっていう風に、うん、タッチだよね。そうですね。弱かったら曲がるし。これはそこを通るってなると、じゃあ出玉はもうちょっと右に打って、そう、こう曲線を描いて、こういう感じ。人それぞれですもんね、曲がる。ありがとうございます。それはね、スパッと決めつつしてもいますよね、この辺のこうとか、うん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 、この辺からフックして、この辺通って、おー、ナイスバーディー。じゃあもうカップ4つぐらいや、ね、5つぐらいは曲がるラインの、うん、入れる。4メートルぐらいですね、距離は、うん、ごめん、言い過ぎたわ。もうちょい曲がんない。あー、最初ので合ってたかもしれないですね。合ってたね。今のは構えた時に感じる傾斜で打ったんですか、うんうん、感性で打った。感覚で、うん、今のもったいね。ナイスパーです。います。3メーターぐらい下りのスライス。何カップぐらいですかそれ。これはこれも一緒で結構切れると。3カップこの辺は見てるかな。結構やっぱ距離短くてもラインで全然違いますよね、難易度って。まだ上りだったらいいんですけど、僕もちょっとこの線よりは切れないかなと思います。よし、ナイスバーディー。ありがとうございます。4番ホールが県政プロバーディー、僕がパーで5ホール目いきます、はい、イーブンパー、イーブンパー。よし、入れるか。あれちょっと強かったですけど、その分曲がんなかったですね。弱かったらね、じれて、はい、弱かったらもう外れてペロって。ひとまずバーディー取れたんで、ちょっとライン
源蔵さんは線合わすタイプですか？この僕合わせない。合わせない。いや一時合わせてたんですけど、はい、構えてやっぱこれちょっと右向きすぎじゃないかなとかなるんで、もう感覚で打つようにしました。うん、で意外と前のその最初のターゲットで合ってたとか結構時間かかるじゃんそれ。はいはい、合わすと、うん、でキャディーにも見てもらってみたいな。人それぞれですよね。これは僕合わすタイプなんで、ベンさんが言うように最初向いてたとこよりも違うとこに向いて実際打ちました。結構あるでしょ。はい、そうなの。あれがなんかまた戻すのが嫌なんで、一つの基準ができるからそれでいいかなと思ってます。まあまあ僕はもうその向いてるとこがちょっと左なら、はい、でいい感じで、ね、ならちょっと右向いたらっていう風に考えていいんじゃないですか。いいですかね。だからナイスバーディー取れてナイスバーディーありがとうございます。5番ホールですね。はい、407ヤードのパー4です。ケンセプロからドライバーで行きます。ちょっと左が OB で、そうですよね、これ右も OB でした。いやあったかな。いやないと思う。大体落ちてくると思う。ちょっとドライバーで打つのは結構狭いけど行ってみます。まあ、あの右の木スレスレぐらいですよね。そうですねナイスショー。ます完璧と思う。いやどうですかね、ちょっとこう跳ねて多分フェアウェイに出てきてるんじゃないかなと思う。で、うん、来てたらいいかな。ちょっといいですか、形成プロ。お邪魔しました。遠藤さんが左に立つことないから僕もあの球打てるように頑張りますここもドロー狙いですか？ストレートですね。ストレート、ストレート。性格と一緒、曲がらないから頑張ります。ドロフェードしてますフェードしてます。でもまあ大丈夫です。まあまあセーフだけど、うん、あるたます、あるたます、失礼します、頑張ります。あのこの距離じゃあんまり伝わらないですよ、ね、伝わらないから言えるんですよまだ足りないか。でも今のこのホールのアングルはでもちょっとこうだよね。ちょっとドローは気持ち悪いですよね、うん、左 OB で。わかります。ましてや今そんな。わかります。わかります、よくわかりますここは右に立ってフェードで打ちたいですよね。バンカーぐらい向いてボール切ってみたいな、うんうんうん、やりたいですよね。理想です。それが一番怪我なくってことはもう今年は結構ドローにしていきたいですか？なんか今まではそのやっぱフェードが僕強いんでスライスになってたからドローっていう考えだったんですけど、ナチュラルにそういう球が出るようにっていう感じにしたいです。あーなるほど。別に狙って打つんじゃなくて自然と打ったらドローが出るっていう。で、あとその僕は捕まえるっていう感覚が分かんないんで、はい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 、あーなるほど。1個2個あります。源蔵さんのももうフェアウェイ、あれどっちやろ、フェアウェイギリギリまで出てるのキックしてあれじゃないですかね多分。改めます。100乱用しますね、改ます、うん、AB 型だから一度使ったらまあまあ使っちゃう。140ピン20入ってますよ。ケンセプロが今日全部測ってくれるわ。142ヤード。142フォロー。いや P じゃ無理だな。 Q のコントロール、なんかこれフライヤーそうな気がする。 P かな、フライヤー計算ですか。うん、まあまあでも手前でもいいかなっていう感じ、うん、バンカー越えとけば。そうですね、エッジから20入ってるから。そうですね、130飛べば越えるでしょ。おおおお、ちょい弱。いやいやいや、まあまあすか。まあちょっと弱いけど十分です、ね、すごいドローですね。なんかもうフックになってる。まあでも今のはわざとですよね。もうまあ、ちょっと捕まえ、右向いてロフト立ててって感じ。そあそこまですごいな。アルタマス落ちた後キュンって左に。アルタマス125ヤードで50度。でもなんかちょっと球が浮いてるんで、浮いてるね、上っ面に当たらないように。うわーうまい。うわ曲がる。でかいか。風乗った。いやちょっと球が浮いてたんで、ウェッジで打つからちょっと上っ面に当たった時飛ばないじゃないですか、うん、それを警戒しました。今怖いなゴルフは怖い。この春先の芝が入ってきました緑のがっていうのが一番嫌なんですけど、それならもうボッサボサかペッタペタかがいい、はい、ケンセプロどっち派？
いや僕も今の時期が一番セカンドとかはいいけどアプローチグリーン周りがめっちゃ嫌ですね。わかります。それわかります。すごいわかる。それの逆目とか言ったらもう最悪ですね。ズボってなる。やっぱみんな嫌なんだよな。なんかあっちで見るより予想以上にピンが奥でしたね。ね。ボール吹きます。あ、すいません。また難しいですね、これも。これストレスでしょ。あざます。ありがとうございます。あらたます。あらたます。スライスの上りの7メーターぐらいかな。8メーターあるかな。うん、そうですね。8メーターぐらいかな。わし狂った。抜けちゃうかー、止まって。ナイストライ。マーク。マーク。3メーター半ぐらいのスライス、フラットかな。ほぼ。うん、そうですね。若干下りかな。うん、あるなら下りぐらい。しっかり打ったよ、これ。うわぁ。ふぅ。弱かったら入ってたね。そうですね。ジャストタッチだったら入ったかも。1メートルフック。ナイスです。ありがとうございます。試合だったらちょっと嫌な距離ですよね、それ。今のね。ナイスパー。ありがとうございます。5ホール目か。はい。両者パーですね。6ホール目いきます。6番ホール、534のパー5ですね。牽制プロから。はい。ドライバー。フォロー。フォロー、ちょっと左から来てるのかな、風も、うん、まあ、正面のバンカーにまっすぐ打ちたいです。しゃ、完璧。当たってないです。マジで、はい、注文通りでバンカーの方向にまっすぐでした。ヒールでした。あら、ヒールですか、はい、ちょっと負けるかもしれないです。やめてくれよ、口できたね。うん、ドロー。でも飛んでそうですね。あたす。あ、あらたます。死んじゃないですか。でも当たってる。水野の芯の音してました今。はあ、宣伝するね。いい音。素晴らしい。平手健生プロの、はい、スポンサーさん紹介コーナー、やい。ありがとうございます。まず所属からお伺いしてもいいですか。はい、所属はエレコムさん。エレコムさんです。はい、これですね、エレコム様、はい、ありがとうございます。で、ここからがスポンサーさんになります、はい、じゃあ、ケンセプロ、はい、ACN さん。 ACN 様、はい、連動さんと。ありがたいです。いつもありがとうございます。もう入らせていただきました、すいません。いつもありがとうございます。ありがとうございます。どういう会社さんなんですか。不動産ですよね、はい、不動産のフロアの中で。そう、こうみんなで借り、そうそうそう、はい、借りたり、そういう会社さんです。わかりました。ありがとうございます。と、今年からエアトリさんに応援していただいて、エアトリ様ありがたい。ありがとうございます。で、ギアが水野さんですね。はい、はい、クラブとお世話になってます。はい、お世話になってます。で、ボールがスリクソンです。ボールダンロップさん。ダンロップさんです。はい、スパイク。スパイクはタイトリストのフットジョイさんに提供していただいてます。かわいい、はい、で、ウェアですね。ウェアがオークリーさんです。オークリー様、はい、サングラスも言った方がいいですか、はい、サングラスもオークリー様、オークリーさんです。ということで、平田健介プロの応援していただいているスポンサーさん紹介コーナーでした。応援ありがとうございます。いつもありがとうございます。ちょっと、ライが、うわ、木もあったし、300ぐらいですかね、スリウッド。ナイスショー。おはようございます。ナイスです。ありがとうございます。届く？全然届かないです。280ヤードあります。で、280のアゲンストでスプーン、しかもへこんだとこにボールがあります。うわ、滑った。まあ大丈夫だ。
カート跳ねたんじゃねえか。カート道跳ねていきました、ね、完全にスリップしましたね今。すいません、力んだ分ですかね。ですね、ちょっと雨上がりなんでぬかるんでキュンっていった。え、いやいやいや、ちょっと見せて。やっぱ違います。結構後ろが違うねこれ。俺もなんかそれ打ちたいな。ちょっと打ってきます。いやいや、行きます。行っていいですか。見てもいいですか。見て見て93ビトウィンですか。ビトウィン58度。良さそう。ありがとうございます。こんな感じ、バンカー越えですね。53ヤード。皆さんがちょっと嫌がるようなシチュエーションで牽制プロがどう打ってくるかですね。幸いね、ライはいい順目となってます。53ヤードです。ピンまで58、足出して見ものです。さらっと打ったよ。ターフもあんまり取らず。ありがとうございます。ナイスが出ちゃったねイメージ通りでした。ほぼターフなし。ボールだけ打ってますね。はい、さらっと。ライが良かったです。ナイス打つさが近いぞ。うわー、これは取られるな。6メートルぐらいの下りのスネークライン。です。短いですけど。うわ、これ難しそう。そんなに簡単なパットではなさそうです。1メートルない。まあ、あるならスライスですね。そうっすね。ナイスバーディー。ありがとうございます。ナイスバーディー。ありがとうございます。はい、平田健生プロのね、はい、クラブセッティングコーナー、紹介コーナーですね。はい、ということで、じゃあ早速見せてもらいましょう。はい、ドライバー、ドライバーからいきます。ドライバーからいきましょう。水野様。はい、水野さんにあのお世話になってます。 STX230 モデルの 10.5 度ですね。 10.5 度のマイナス1度のとこに入れてるんで 9.5 度で、シャフトがベンタスの新しい藤倉さんのベンタス 6X ですね、はい、グリップがイオミックさんです、はい、スプーンがテーラーメイドさんの QI10 の15度、シャフトがベンタスの青 TR 藤倉さんのシャフト 6X ですね、はいはい、グリップイオミック、はい、グリップは全部一緒です。イオミックさんです。ハイブリッドいきますか。はい、ハイブリッド、これ21度なんで 3番ユーティリティぐらいです ね、はい、ですね。キャロウェイさんのエイペックス UW かな、はい、シャフトはグラファイトデザインさん TP8X ですね。ケーセプロアイアンを、はい、まず4番がちょっとだいぶ古いんですけど、水野さんの MP フライハイっていう、これ何年も2010年ぐらいのモデルですかね多分。アイアン型のユーティリティ、はい、今のはウッド型のユーティリティでしたけど、ゴルフパートナーで自分で買いました。これマジで、はい、ないんで、水野さんにあのリシャフトしてもらってやってます。24度ですね。24度ちょっと立ててます。1度ぐらい立ってるのかな。23度ぐらい。シャフトがNS プロのプロトタイプって書いてますけど、ツアー115っていうシャフトだと思います。 115g ってこと。110、いや、グラムで言うともうちょっと重いですかね、うん、まあそう思うんです、はい、で5番アイアンから9番までが JPS923 ツアー、水野さん、はい、水野さんの、これも2023年モデルです、ね、そうですね。でシャフトはあの一緒です。表記が違うだけで同じシャフト。プロさんのオーダースリーツアー115、はい、でウェッジがすごいのよ。ウェッジがなんとね4本あります。最近はちょっと多いのかな。3本はよく聞きますけどね。 でも4本も、まあ、ピッチングが46度になって全部あの T22 っていうシリーズ で、ね、これ46度、これ52度って書いてあるけど50度です。で、はい、54、58、4度刻みで入ってます。4本す、はい、シャフトが一緒ですね。シャフトは NS プロさんの、はい、で一緒で58だけが S 入ってます。58だけ S、 115の S が入ってます。あと X で、はい、あとは全部一緒です。パターします。最後オデッセイです。オデッセイのもこれも結構前なんですかね。エクソ、ロッシー、ロッシー、
っていうモデルになってます、はい、顔が結構すごいよ。ダイナミックな顔というかなかなかない。なんか僕はこの後ろの線がすごいまっすぐストロークしやすくて気に入ってます。ボール置くとこんな感じです。なるほど。でまっすぐ引けるとかが分かりやすいんですよ、うん、線があるから。去年優勝してもそうですし、ずっとこれだよね。結構ずっとこれです。ストロークラボちゃんと、はい、ストロークラボグリップはそうです。ゲンさんと一緒の、一緒です僕と、になってます。これで稼いだんですね。これが入ってくれるとすごいゴルフがいい感じになります。平田健生プロのクラブセッティング紹介コーナーでした。ありがとうございます。ありがとうございます。4本だからな。でも4本にして本当ゴルフ良くなりました。はい、7番ホールが217ヤードですね。アゲンスト4番で、4番しっかり210ぐらい飛ばないと。そうですね、池がしっかり打ちます。左に外れてもしょうがない。うわーやばい、ゴー。いやなんか行ってそうだよ。うわ危ない、行った。これ池に入れてもらわないともう勝てないって。危ない、あのショット打たれたらもう僕逃げれない。僕三遊なんか向こうまで上げなそうになってきたよ、うん、あー我慢、あードローしてる。うわーでもいいとこ止まって、止まった、やべえです。成長してる。プレッシャーかかるこのホールで。以前ならクリークのカットだったもんな多分。俺の方がいいかもこれ。よし。ナイスオンなんですけどね、ちょっと山越えパター、うん、僕はアプローチだけど上りの一辺倒というか12、3ヤード58度。あ惜しい、うまかったけど。自信きた、大丈夫。うわパーパットも気抜けんくなった。 20m ぐらいあるかなのフックライン。このパット結構もう勝敗分けるぐらいなパターン。もうちょっと、もうちょっと、うまいなあ。ナイス、ありがとうございます。マークします。 1m ちょっとフックライン。ちょっと今のは次です。お願いします。ボギった。ナイスパー、ありがとうございます。7番が僕ボギーで県政プロパー、ワンオーバーワンアンダーで次8ホール目ですね。いきます。アプローチがついた、入ったと思いました。途中までは、いや狙った今の、がっつきすぎだろ。欲しいもの、多分いろいろある気はしますけど、うん、ご飯で飯行きますけど、いいですか。お肉か焼肉ですね。じゃあまあお寿司でもいいです。肉か寿司で、はい、どっちかで、はい、決まりました、はい、頑張ろう。あと2ホール、もうほぼ決まってるの問題な。バーディーバーディーしかない。よし、8ホール目が428のパー4です。2打差ですね。ドライバー牽制プロ、風がやっぱここに来たらフォローに感じますね。さっきのショートは次左が切る。ちょっと左に出さないと。口作戦ですか。左のフェアウェイに飛べばもう完璧ですけど、右は OK と思って打ちます、うん、完璧やで、やめてくれ。もう最短で、ちょいラフやけど最短じゃない。もう同じとこ打ちたい。うわいい球、フェアウェイ行ったよ。ナイスです、完璧。あるたます。あ、今年の目標をお願いします。優勝したいですね。どの試合でとか決めてます？決めてないですけど、ホストプロとしてが水のオープンと ACM さんの試合があるので、そうですね、やっていただいてるから、はい、そこでやっぱり優勝したいですね。
こうツアーやってて好きなコースと嫌いなコースはどうですか？やっぱり僕は狭い方が好きですね。関西のコースとかあんまりだだっ広くて OB がないよりはティーショット狭くなってピンポイントで方が我慢大会、我慢大会が好きです。日本オープンみたいな応援してます。頑張ります。頑張ります。でもみんな伸ばし合いよりそういうとこが好きなんだな。我慢大会。僕はバーディーいっぱい取るよりボギー打たない方が好きですね。まあ、僕もそっち系です。144。嘘言ってない。9番やん。ちょっとこれ嫌ですよね、この春の。若干砂。ちょっと砂が入ってる。ちょっと前上がりだから、やっぱピンの右向いて左に曲がってきたらいいかな。左にキック。いいとこ、ナイスです。信じられないぐらいずっとドロー。え、マジでさ、スイング的には今の方が良さそう？いや、いいと思います。え、今までは今ああいうつま先上がりきつい傾斜でもフェード打ってましたか？勝手になってたって感じ。134ヤードです。50度。46度で抑えます。ピッチング抑え。あー、ドローしてる。うまいな。ナイス。ありがとうございます。似たような感じだけど俺の方がフック強いな。ありがとうございます。バーディーマストですね。遅って言うなよ。初めてじゃないですか、こんなにフックライン今日、うん、まず僕から5メートルぐらいのフックあるなら下りぐらいですけど、もうショートは無理なんでボギー打ってもしょうがない覚悟でいきます。いや、うまい。うわー、ナイストライ。まあ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 、上り 3.5 メーターぐらいかな。フックかなり切れます。これもやめろよ、マジで。おっそおっそいやいや、はい、2メートルぐらい残っちゃった。上りのスライス。ナイスセーブです。出ます。左縁。両者パーですね。はい、1オーバー、1アンダー、2打差で最終ホールです。はい、次、右狭いです。ちょっとドラマが生まれるホールですよね、次は。産んでもらってもいいよ。どうですか、源蔵さん、ゴルフの感じは。そのスイング改造してる中ですけど、今日はパターが入ってない、入れ頃が。確かに源蔵さんといえばこう渋いパットを普段試合の時も入れてる。パーパットとかね。いや、バーディーパットも。源蔵さんといえば何よりもプレーが速い。もう嘘、プレーが遅いよ俺。いやいや、こう歩くスピードとか速いですよ。速い、打つの遅いからさ。ああ、じゃあわざとそうしてるんですか？うん。さあ、2打差の勝負の最終ホールが420ヤードのパー4、ケンセイプロドライバー。これ結構どこに立つかで重要な気が。右アウトで風は左から。逆に俺はもうギリギリ打っていかないといけないですよね。もうバーディーしかないから。硬い男だよ。ちょっとやっぱ左からの風なんでちょっと嫌がりました今、ね、実際立つと確かにあっち行くな。でもカッツ、同じやん。もうバーディーボギーしかないね。全然ギリギリじゃないじゃないですか、うん。やっぱり体が反応してる。そう、やっぱりちょっと反応しちゃいますよね、敏感男。風が右からだともっと違いますよね、ここ。間違いないです。試合とかでもたまにありません？絶対に行ったらダメな方があって、ここみたいに左は大丈夫とかで、行って左に行ってもまあ普通にパー取れるじゃないですか。取れる。でも変に調子いい時とかこっち行くでしょ。そうギリギリで、ちょっとギリギリ狙って OB した時すごい自分に苛立ちますよね、そういう時って。なんかいい時こそ狙っちゃいますもんね。結構去年アメリカとか試合行ってたじゃないですか。何試合か、はい。コースセッティングやっぱ違います？
まあ、でも距離がみんな300は飛ばしてる当たり前だもんね。コースセッティングもやっぱそうなってるから、うん、飛んだ方がやっぱもちろんいいよねっていう、はい、その全然セカンド持つ番手が違うから、うん、その辺でバーディーを取るっていうのが難しかったですね。まあ、5番アイアンで打つのと9番アイアンで違うみたいな感じですよ、はいはい、で結構グリーンとかもね荒れたりするとこあるもんね、うん、グリーンが全然日本綺麗だと思います。日本はすごい綺麗だけどマジでもう午後とかなるとボコボコなって足跡がついたりするんで、はい、でもその中でスコア作ってくるじゃないですか、うん、みんなあれはすごいと思った、ね、ちょっと荒れたグリーンでもパターンをねじ込む。いやでも本当に日本のゴルフ場はどこもすごい綺麗だからマジでそれは思った。ちょっとこれ結構長いですね距離。175のアゲンスト6番。これは前下がってるからドローは出ない。フェードですか。うん、もうとりあえずピンしか向かない。ドロー。あ、でもいいライン。あ、しないか。おお、あ、戻ってくるんじゃないですかこれ。え、うわ戻ってきてる。横ぐらいまで来てるかもしれないです。ナイスです。ありがとうございます。ドローはしないで、ドローで狙いました今。ちょっと右出た。でもそれで帰ってくるからもう結構僕にしてはなんか進歩してる。じゃあ今まではあれをあそこから右に曲がってたってことですか。そうですね。153奥はダメなんで9で。うわ左左。うわ何あの傾斜寄ってんじゃん。ちょっと弱いかな。L、いやいや L です。テラタプロのターフアットですね。ちょっと刺さりました。刺さりました。刺さりました。でもまあもうあれ2パットで勝ちですから、ね、バーディーパット打てるんで上出来です。今日オノグランドさん、はい、久しぶり回ったじゃないですか、はい、どうでした。いややっぱりいいコースです。すごいグリーンも綺麗だし、はい、グリーンも綺麗だし関西のコースっぽい狭くてなんかすごい懐かしいですね。高校の時本当毎週来てたんで、うん、担いで回ってたんでこうやって目土袋持ってやってました。ここで育ててもらって、でも平田プロがあるわけですね。ありがたいですね。ありがたいです。素晴らしいコースなのでぜひぜひお時間がある方はご来場して、はい、プレイしてみてください。楽しいコースなので、うん、お願いします。いやでもこれちょっと源蔵さんの初バーディーが見れるかも。見たいですよね皆さん、視聴者の皆さんも。まだ見せないからね俺。見てないから必死で狙ってんだけどね。いやでもナイスショットですね。177ヤードのあのロケーションから行くと僕も入れたいです。入れたらゲームセットだよ。もう入れてゲームセットしたいです。これスライスの若干下りの 5,6 メーターぐらいですかね。登ってんじゃない。もう口で勝負してきてるな。下ってますちゃんと。下りですね。合わせたね。これ一応マークで。一応マークですか。ウィンニングパッドになりますから。っていうかこれでも本当に最後登ってますね。でしょ。うん。俺そう思ったら冗談抜きで。3メーター半ぐらいかな、うん、フックです。初バーディーになるか。シーン。ナイスパーです。ありがとうございます。ウィンニングパッドです。それ3パッドしても勝ちです、はい、あ、プレーオフ。ナイスパー。ありがとうございます。締め最後、はい、こっち。ケンセプロお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。最後の3ホール整理します、はい、ボギーパ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 ー、はい、で1オーバー1アンダー平田プロの勝利です。ありがとうございます。よしご飯ですね。ご飯よろしくお願いします。肉か寿司ですね、はい、お願いします。ちょっとご馳走するんで、はい、それをまた写真かなんかでご報告させていただきますけど、うん、どうでした今日。ちょっと最初はどうなることかと思いましたけど、ね、そこからまあ、はい、途中うまかった。2バーディー取れて、もうちょっとバーディー取りたかったですけど、うん、僕もパター入んなかったんで、ゲンさんのバーディーを見れてないのがちょっと悔いですけど。結構ショットついてたんですけど、パター入らなかった。そうですよね。
まあ、僕の敗因はやっぱ7番のボギーああ確かにがついたんで確かにあそこで平田プロを歩かしてしまいました、うん、くそちょっとまた練習しとくんでいやいやまたよろしくお願いします機会やったらまた楽しかったです調整させてくださいありがとうございましたということで最後までご覧いただきましてありがとうございました引き続きチャンネル登録いいねコメントをたくさんお待ちしておりますのでよろしくお願いします健成プロありがとうございましたありがとうございました失礼します失礼しますありがとうございます。ありがとうございました。忙しいのに。いやいやもう全然暇だったんでありがとうございます。ごめんね。